Hey guys, thank you for watching my video. This is Sekirai Yokohama to speak again. 皆さんこんばんは。英語車掌のセキライです。今日は9月の24日なんですけれども、本日は千葉テレビさんでビジネススタイルという番組があるんですが、そちらの方に出させていただきます。9時55分から5分の番組なんですけれども、ぜひ見ていただきたくて、こちら動画を作成いたしました。千葉テレビが映るエリアにお住まいの方はですね、ぜひ見ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。そして、もし見ていただけたらですね、その様子をですね、Twitter とか Instagram とかで僕をタグ付けしていただいて、ぜひシェアしていただけたら嬉しいなと思っております。そうしていただけたら僕もいいねとかいろいろまたリツイートですとかいろいろな方にまたシェアしていきたいなというふうに思っておりますので、このリアルタイムでどんな感じで皆様がですねテレビの中から僕を見てですねリアルタイムに SNS とかでいろいろ広げてくださるのかなとか、そういったところをですねいろいろワクワクしながらちょっと見させていただきたいなというふうに思っておりますので、もしこの千葉テレビさん映るエリアの方はですね、ぜひそのような形でインスタグラム、ツイッターとか様々なSNS にタグ付けをしていただいて、ぜひですねシェアしていただけたら嬉しいなと思っております。またインスタグラムですね、こちらは僕もアカウント持ってますので、下の概要欄の方から、ぜひですねフォローしていただけたら嬉しいなというふうに思っております。最近はですねこの Facebook とかで友達申請とかたくさんしてくださるんですけれども、全員の方ですねやっぱ友達の承認ができないというこの現実がありまして、このインスタグラムであればもう本当にですねもう全ての方、フォローしていただければいろいろ僕がですね画像とか動画とか載せた時にですね、なんかコメントしていただけたらそちらもお返しできますし、そういったところでコミュニケーションを図っていきたいなというふうに思っております。ですので Twitter と Instagram ですね、こちらの方をフォローしていただければいろいろとですねコミュニケーションを図れるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回はですね株式会社プレジャーハンターというところで僕代表取締役をやらせていただいてるんですけれども、プレジャーハンターの代表取締役としてですね今回この取材を受けたわけですので、ぜひですね僕のこの事業内容とかいろいろですね普段見れないようなビシッとスーツ姿で出ているかもしれませんのでそちらの方確認していただけたら嬉しいなと思っております。まあ皆さんご存知の通り僕はこちらの本を2つ上司ですねさせていただいて、出版させていただいてですね、様々たくさんの方に読んでいただいてるんですけれども、やっぱりですねこちらの鉄道の本なかなかないので、まあ、英語の本で、まあ、鉄道絡みの英語の本、またこちらはですね鉄道の裏側を書いた本ということでですね、あまりないということでさまざまなメディアに取り上げていただいておりまして、本当に TBS ラジオさんですとか今回千葉テレビさんですとか、またこの後にもですね、いろいろテレビの取材も決まっているわけなんですけれども、まあ、それはですね後々お伝えしたいなというふうに思っておりますので、ぜひこれからもですね皆さんの応援、よろしくお願いできたらなというふうに思っておりますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。ということでですね、今回はこの後ですね千葉テレビさんですね9時55分からビジネススタイルという番組の方に出演させていただきますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思っております。そして何度も申し訳ございませんが、それを見ていただいたらですねいろんな SNS にシェアしていただけたら嬉しいなというふうに思っております。そしてインスタグラム、ツイッターであれば僕もですねタグ付けしていただければいいねとかいろいろシェアとかいろいろコメントもさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回は株式会社プレジャーハンター代表取締役として出させていただきます。皆様もしよかったら見てくださいということで、直前で、もうすぐ始まるよっていうお知らせだったので、もしよかったら見てくださいということで、またお会いいたしましょう。バイ。